スベトラーナ・レオニドブナ・ボギンスカヤは、ベラルーシ出身の元体操競技選手。もともと、フィギュアスケートをやっていたが、6歳で体操を始め、8歳から、モスクワで指導を受ける。ソビート連邦代表として、1987年世界、体操競技選手権で、初のメダルを獲得した。翌年のソウル五輪でも、団体総合。 長馬の優勝を含む4つのメダルを獲得。しかし、五輪終了3日後に、コーチのリボフィベガックが自殺。プレッシャーから精神的に追い詰められていたこともあり、引退してしまう。翌1989年に代表復帰。1989年世界体操競技選手権では、ついに個人総合優勝を果たす。1990年の欧州選手権では、 個人全種目で優勝。体操選手としてはやや長身かつ女性らしい体型で、小柄で創身の選手が活躍する時代にあって、優美であでやかな演技に定評があった。しかし、1991年にソビエト連邦が崩壊。翌1992年バルセロナオリンピックには、独立国家共同体として出場し、十分とは言えない練習環境の中、 ボギンスカヤもエースとして活躍。団体総合優勝10連勝を達成し、ソ連の優秀の美を飾った。個人総合では、チームメイトのタチアナグツーツバが番狂わせで優勝。接戦の末恋に終わったボギンスカヤは、グツーツを抱きしめて祝福した。競技選手を引退し、米国で小出演やコーチをしていた。1994年になって、テレビで、 体操の国際大会を観客の側から見て感動し、現役復帰を決意。ドミニク・モセアヌと共にベラカロリーの指導を受けた。1995年世界体操競技選手権では、個人総合16位だったが、1996年の欧州選手権個人総合で2位となった。同年のアトランタ五輪にも出場し、メダルこそ届かなかったが、個人総合で14位。 長場で5位入賞した。1997年に引退。2005年に国際体操殿堂入り。現在はアメリカのヒューストン在住。結婚し一難かずがある。ありがとうございます。